はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ビッグベイトで、僕が使うルアーで、ね、こんなウッドルアーを僕よく使うんですけど、これ僕の趣味なんですけどね。ウッドルアーってフックサークルとか、当てたりとかして塗装が取れてしまうとね、取れたまんま要は木が裸の状態で使うと木が腐ってくるので、補修ということをするんですけども、今回その補修方法を動画にしたいなと思いまして、ちょうどこのマザーがぶつけちゃって、これ木が丸見えなくて、ちょっとこいつを補修しようかなと思いますので、はい、まず僕フック、これは必ず外してください。これは危ないので、まずフックは外しましょう。これを補修していくんですけども、まず覚えとかないといけないことが、完全に元には戻りません。潰れてしまったものはあくまでも割れてしまってるので、塗装がね、要は自ら木を守る能力がなくなってるので、この部分に要はここを水で腐らせないためにする補修方法です。元に戻すという意味合いじゃないので、そこだけ注意してくださいというのは、例えばわずかですけど比重が変わるで、つるっとしたボディを完全にこの同じようなつるっとはしないので、わずかですけど水のかき方変わるとか、わずかですよ。でその比重が変わるので沈下速度が上がってしまったりとかはするので、それはご了承いただくとありがたいです。元には戻りません。あくまでも水を浸入させないための補修。はい、というと行ってみましょう。用意するもの、ですね、まずアロンアルファ、ゼリー状じゃないもの、アロンアルファじゃなくてもいいんで、瞬間接着剤、ゼリー状じゃなくて液状のもので、ヤスリ、太いのと細いの、ハサミ、マスキングテープ、爪楊枝、こんだけあればできます。ほとんどのものはね、家にあるもんでできるので、やってみましょう。でこれ修理する時の、注意点なんですけど、まずこんな割れ、塗装が剥げたような傷、フックサークルもそうなんですけど、補修する前に必ず 2,3 日干してください。なんでかっていうと濡れてるんで、濡れてるまま補修すると中で腐ってくるんで、まずは乾かす、完全に乾かしてください、ルアーを。影干しがいいと思います。ということでちょっとやっていきましょうか。ここなんです、見える、ここね、結構な割れ。ほんで僕これお目つけてるんで、この目ね、取っちゃいます、邪魔なので、近いのでね、近くなかったら別に取らんでもいいんだけど、取りました。見にくいですね、ちょっとね。で、で、まずマスキングテープね、これ折ってあるところが、ここマスキングテープをね、これぐらい、まずこの幹部、ここですね、見えるかな、ここですね、貼ります。貼りました。これ透けてますよね、ここ
ここをこれねわざとね先折れてるんです。でゆっくり周りをちょっと広めに、あのボディの塗装に傷が入らへんように優しくね。で取っちゃいます。はい。でここを周りマスキングもしました。これなんでしたかっていうと、あのねこれで補修していくんですけど、こぼれてもつかないように周りに。ではやっていきます。まず瞬間接着剤をここの患部に直接ピッと流します。でこれね周りもひび割れてるんですよ。ちょっと見にくいですけど後ろで、なんで周りのこうひび割れてるところもちょっとピューッと塗っちゃいます。あんまりねドバッと塗らないですけど、爪楊枝なんかちょっと広げていきます。これピピピピピと爪楊枝とか、まあ待ち針とかでもいいですね。で一度乾かします。このままだからね、なんかしながらしてもらうといいと思います結構待たないとダメなんです。はい、もう乾きました。もうほら手つかないでしょ。なのでもう一回これをね何度も繰り返します。これだとへこんだまんまなので、ここね陥没してるんで、当ててこのね陥没してるのがこんもりするくらいまで塗っていきます。また乾かします。また乾いたので何度も、あのね一気に塗ってもいいんやけど、一気にボコってなるぐらいまで固まらないんです。一気にやるとあのね薄いのを何回もやる方が出来上がりも綺麗し、固まるのも早い。ゼリー状を使わない理由がありまして、これね薄いので、薄いってこう液状のものでやると日々の間に浸透するんです。ビャーっと接着剤が。ほんでこのひび割れて浮いてしまった塗装との間に入ってしっかり固定されるので、ゼリー状やとね中に空気が入ってるんですよ。割れてるボディと塗装の間にこうやってちょっとねペタってひっついてるのが、割れてしまうことにちょっと空こう隙間ができるんです、わずかに。でその隙間に液状やとスーッと入って、またこれが固定されるので、なので液状使ってください。これだいぶ固まってきました。これわかるかな？ちょっとホッとしてるでしょ。でも多分まだね、あ、まだプニプニしてるから、まだこれが完全にカチカチになるまで待ってください。ほら、ボコってしてるでしょ。ちょっとニキビみたい、まあ、ここまで塗ってカチカチになるまでもうしばらくお待ちください。はい、だいぶ乾いてきました。で、ちょっとねこの周り、このここ今ね、マスキングテープ貼ってるところの周りにもここなんか白くなって、まあ、このルアー白いから分かりにくいんですけど、白くなってね接着剤がちょっと飛び散ったのをね、これさっきこう伸ばすのに使った爪楊枝なんですけど、これね接着剤のおかげで先ちょっと硬くなってるので、これでねちょっとこのね飛び散って邪魔してるやつをこれでねちょっと取っていきます。で一回ねこのマスキングテープはもう一回貼るんですけど、両済みです。ここだけほら分かりますかね、ポコってこんな風にちょっと膨らんでますよ、ね、でもう一回このマスキングテープを貼り直します。
この上にね、一回この上にこのぽっこりのところに沿って膨らんでるんで、ちょっとこうやって空気抜いてあげて、ぽっこりのところに沿ってこうやってカッターナイフでスーッとこうやって切れ目入れて、でこれ取っちゃいます。毛の木とかで取ると取りやすいかな。あんま綺麗に切れなかったけど、まあまあこれぐらいあれやったら大丈夫。幹部に沿ってはい、マスキングテープを貼り直しました。でこっからです。このカラーがお仕事、これねヤスリで削っていくんです。これをねヤスリで、これで一緒にボディを削ってしまわないようにマスキングテープします。今ざっと削っただけでだいぶポコっていうのが消えましたよね。さっきポコンってなってたのがもう削り取れて、あとはこれをねちゃんと鳴らし、いろんなヤスリ使ってみる。結構すぐできるんです。ほらほら、もうこれで完成。これでもうバッチリですよ。これで終わり。けどこれ貼ってた分の高さが出てるんですよ、実はね。ここ。わずかに。ちょっとね。ここに高さが。ちょっとね、ここに。ちょっとわかるでしょ？膨らみになってるでしょ？うん、気になる、これでいけるんですけど、これでもいけるんですけど、気になる人もいてると思うんですよ。これを、またちょっと、今度はね、丁寧に。あのボディの塗装まで一緒にやらへんように丁寧に力入れてやらんと、ゆっくり優しくやっていくと。で親指のとかで触った感じで、あのちゃんといけてるかなっていうのをちょっと触り持って、あとはねもう綺麗に鳴らしていく。これをちょっとずつちょっとずつ力入れてガリっていかへんように、ね、ガリっていったら一気に削れるから、優しく優しくちょっとずつちょっとずつ。でこういうねここやったらまあまあ平面に近いようなところなんでそんなにね難しくないんで。でもねこれやっちゃったんですけど、ここ見てください。こんな角とかは極力ボディに沿うように、これねこれも当てたんですけど、あの色変わってるけど綺麗にボディの形に沿ってるでしょ。ほらこうやって形に沿うように作っていくと、その接着剤で固めてあれしたやつ、あのこんもりさせたやつをね、こうやってできるんで、これ慣れたらすぐ誰でもできます。これぐらいこうやって補修したら、これもここえぐれてもたんですけどね、あのこんなとこやったら平面なんでそんなに難しくないんでね、 OK かな。これでもうバッチリですわ。できた。はい、こんな風に、ほらもう分かんないでしょ、色が違うから。でボディと綺麗になったでしょ。はい、これで完成。これで完成です。もう全然わかんないでしょ。ほら、陥没してたやつがこんだけ綺麗になる。まあまあ傷跡は残りますけど、これでも 水も入ってこずに再度使えますので、これも全部補修終わったと思います。